はい、こんにちは、トレーナーの中澤です。さあ今日は超初心者向け腹筋エクササイズをやっていきます。さあ今日の動画は一般的な腹筋運動、足上げ腹筋や上体起こしの腹筋をやっても腰や首が痛くなってしまう、また反り腰を改善したいという方におすすめなエクササイズメニューになっています。で、今日のエクササイズメニューですが、お腹が締まらない反り腰の原因になっているお休みしてしまった腹直筋、ここを活動させるトレーニングメニューを集めました。で、お休みしてしまった腹直筋というのは腹直筋が完全に伸びきってしまったということです。さあ腹直筋ってこの骨盤の恥骨から胸の胸骨、肋軟骨につながっている筋肉なんですが、ここを活動させるには腰を丸める、骨盤を後傾させていく必要があります。で、反り腰の方っていうのは反対に骨盤が前傾しすぎてしまった状態なので、腹直筋がオフになってしまっています。なので普通の腹筋運動をやってもうまくここを使っていくことができません。さあこの腹直筋をしっかりと活動させることでお腹を引き締めていくことができます。ぜひ正しく動いて一緒にお腹を引き締めていきましょう。それでは一緒に頑張りましょう。さあ6種類の腹筋トレーニング、エクササイズ30秒、休憩15秒を繰り返していきます。さあ丁寧に動いていきましょう。まず最初は手と膝をついて準備をしましょう。さああと5秒後にスタートします。はい、さあまずは背中を丸めていきましょう。丸め切ったらゆっくり戻していきます。さあ動きを止めずに繰り返していきましょう。さあお腹に力が入るのはこの丸めている時です。もうこれ以上丸められないっていうところまで頑張って丸めていって、反対側の背中の方にはストレッチを感じていきましょう。はい、 OK です。さあ次は仰向けです。まずは腰の隙間をしっかりと潰した後、前習いをして片足ずつ上げていきます。右足左足交互に動かしていきます。ポイントは腰の隙間、ここが浮かないようにしっかりとお腹の力を入れてキープしていきましょう。しっかりと力が入っているのを感じますか？あと5秒です。はい、さあ次の動きは膝を抱えた姿勢でスタートします。両足抱えて、さあこのまま体を少し動画のように振りながらお尻を浮かせていきましょう。首がきつい方は頭がついたままでも OK です。さあしっかりと腰を浮かせるのがポイントです。お尻腰をしっかりと浮かせて、お尻を天井に向けるイメージで動いていきましょう。はい、 OK です。さあここから仰向けのトレーニングが少し続きます。さあ両足を上げた状態で、次は手を使わずにお尻腰を浮かせていきましょう。膝は常に90度この角度をキープしていきましょう。グッとお尻を浮かせるときに腹直筋、ここが働いていきます。恥骨を溝落ちに近づけるイメージで動かしていきましょう。はい、 OK です。さあ次は腹筋をしっかりと意識して上半身下半身両方折りたたむように動かしていきます。手のひらは床に向けて、さあここでお腹にしっかりと力が入っていないと首が疲れてしまいます。
腰、背骨をしっかりと丸めて腹筋を使っていきましょう。上がるときに少し息をふーっと吐くようなイメージです。はい、 OK です。さあ次が最後の動きです。さあでは準備をします。肘をついてお腹を浮かせます。さあ膝はついたまま、さあこのままお尻を少し引きながら上げましょう。さあただお尻を上げるだけじゃなくて少し腰を丸めるのがポイントです。息を吐きながら、さああと3秒、これが最後です。はい、 OK です。さあお疲れ様でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。